久保さん、今回10にしましょうか。10。まあ1日ね10円。まあ1円と言わず10円はどうですかまあ1円でもいいんだけども。うん。多分ね、100万円稼ぐのと毎日10円稼ぐ。多分ね、おそらく難易度って言ったらですよ。じゃあこの A と B の質問。じゃあ1ヶ月にたった1回だけ100万稼ぐのか、それとも、うん、100年ずっと毎日10円を 稼ぎ続けるのかどっちの方が難しいと思います ?100 年。まあ人生100年時代って言われてますよね。まあちょっと赤ちゃんの時はちょっと無理なんで、まあじゃあ80年ですか ?20 歳から。20歳だったらまあまあいろいろ考えられるでしょう。じゃあ20歳から100歳まで。毎日10円を稼ぎ続けるの難易度と、えー、一生に1回だけ100万稼ぐ難易度、どっちが大変だと思います難しいと思います僕はね、100歳まで毎日10円稼ぐっていうのが、 ほうが難しいと思いますよ。毎日ね、ずっと。うん、まあ、これはどう考えるかですよね、うん。でも逆を言うと、その毎日10円稼げる人は100万も稼げる可能性は非常に高いんだけども、100万を1回も稼げない、あ10円すらをやっぱ毎日、10円すら稼げない人が100万稼ぐの難しいし、うーん、なんかまあ、 うーん,なんかできることまあ、結局何が言いたいのかっていうとできることからしかできることは生まれないってことですできないことからできることは生まれないんですよできることからしかできることは生まれないしできないことからできることは生まれないってことですねわかりますでも多くの人はできないのにできることを望んでるんですよそれはできないよっていうね <laughs> <laughs> できないけどできることを望んでるっていうね。よくわかんないですよね。うん。なんかその、なんかね、うーん。1たす1もできないのに、東大入れないじゃないですか。どうですか ?1 たす1ができないのに、東大の数学のテスト取れますまあ無理でしょうね。だからそれも、まあステップじゃないですか。まず、算数。まあ、これはね、小学校、算数かけ、算数、ん算数、 算数なん,ですかな,なんかまあ、ステップで進むじゃないですか。で、その因数分解とか掛け算とかも、そのベースとして足し算、1たす1は2とか、まあそういうのを覚えていって、その段階でできることを付け足していくっていう流れですよね。だ仕事もそうじゃないですか。いきなり社長になりますかまあ、その、とと定款出せば社長になれるんだけども、じゃ新入社員に入りました。じゃ新入社員に入って1日目で社長になるって、まあちょっと難しいですよね。 なんかその仕事を覚えていって係長、課長、部長とかなんかそういうふうなるステップでいくっていうもちろんスーパースターみたいな人は一気にね、部長とか一気になんか取締役ってなれる人もいるかもしれないですけどそれはね、一部だと思いますよ一部の人でありでもその一部の人も結局は何かを積み上げてきたと何かを積み上げてきたからでき他の人ができないことができるからできているできるよできるっていう。 分かりますそのスーパースターもできないこと時期があってでそれを何かしらでやったからでやれてない人やれてる人でその差が生まれてるだけであってできないことからできることは生まれないだけどできることからできることは生まれるよってことですねいってらっしゃい